ダルスはダルスカダルス属に分類される高層類の海藻で大西洋北部沿岸に自生している。カナダ料理やアイルランド料理などでは軽食として食されている。カナダのノバスコシア州ではスーパーなどで乾燥したものが袋詰めで売られており、子供たちは海で取って洗浄し乾燥したものをスナック菓子感覚で食すところもある。太平洋北部沿岸で自生し、 日本でも食されている海藻、赤和田もしくは赤和田もダルスと呼称されるが、現在は、形態上からダルスから分類できてない隠蔽種か、ピーモリスであるとされる。石や昆布の茎などに花根を吸着させる着生植物である。平らな誕生の葉から徐々に成長し、不規則に、また上分岐した葉を形成し、長さ50センチメートル。 幅3から8センチメートルに成長する。要素などのミネラルやビタミン、抗酸化物質、タンパク質などが豊富に含まれている。6月から9月に収穫した後、細かいゴミなどを取り除くため洗浄する。商品によっては乾燥させたり、粉砕するなどの加工を施す。国によっては、家畜の飼料にもする。2015年、オレゴン州立。 大学ハットフィールド海洋科学センターの研究員は、アワビの餌として、高栄養で、成長の早い太平洋ダルスの品種改良種を開発し養殖していたが、焼いて食したところベーコンの風味がすることを発見し、特許を取得した。この種の最後の記録として、6世紀にアイオナ修道院の修行像が収穫した記録が残っている。ありがとうございます。